歌川国長とは、江戸時代の浮世絵師。経済絵戦編の、無名大随筆によれば、初代、歌川報告の門人。俗称は、梅干しの助に住み、後に、金六町に移った。組上灯籠へ、あるいは細かき細工物に組み上げる西木へ、すなわち立番居西への絵を得意とし、また、主席に経典へることをよくすとあり、奉還をしていた、桜川義隆。 人口といった人物とは一時の友人だったという。作画期は今日はから文化の頃にかけてで、作は孔病師や豪刊の差し絵、役者へ美人が名所の浮絵や外国の風景を残している。中でも七傷説に基づく世界の七不思議を描いた横尾岩の錦絵は、ロドス島の巨像を描いた歌川国虎の作と並んで、異色である。 造帝浮世世は、国町の作で六尺に余る、大美人を描いた絵があったと伝える。国町の没年については、東京美術家墓所士に、文政十年七月十八日とあるが、文政十一年に、初代報告追善のため建てられた筆塚には、国町の名が見え、この頃まで存命だった可能性があり定かではない。浮世絵師伝は、文政十二年に十四歳で没したとするが、 その根拠については示されていない。無名大随筆は文化の末より文政に没す四十四と記す。墓所は東京美術家墓所誌によれば築地園政治で無縁等に講し、開名は釈聖順講時。浮世絵師歌川烈伝は人口とする。現職浮世絵大百科辞典。 第2巻も青年不明文政10年7月18日没と、する。ありがとうございます。